表現は自由でない。新見南吉の作品に花の木村と盗っ人たちというお話がありますが、これを人形劇にして制作しようと計画をしていたら、題名に盗っ人という言葉が出てくるので、教育現場ではこの劇はできませんという時代もありました。時代は変わって、花の木村と盗っ人たちを人形劇で演じることができるようになりました。いつだったか NHK でこのお話の人形劇が全国ネットで放映されていました。時代に翻弄された人形劇の一つでもありました。教育現場では不適切な言葉でも時流を超えることもあるのですね。古い映画を見ていると、今では差別用語のセリフが出てきて、そのまま DVD などで見ることがあります。テレビ放映ではそのセリフはカットされたり、ノイズが入ったりすることがあります。テレビでは厳しく規制されても、ネットでは少し規制が甘くなります。テレビでやらかした時は不適切な表現がありましたと断りが入りますが、ネットでは時代を鑑みて許しを請います。表現は自由でも時や場所を考えないといけません。時流に乗った表現ができるかどうか試されます。昭和はもっと自由だったと嘆き節が聞こえてきそうです。何度も時流の波が寄せては返します。セリフばかりでなく仕草やファッションも問題視されます。罪あることに忖度するような T シャツを着て SNS に安易に流します。バレないと思っている確信犯です。ネットは世界につながっているので、政治問題に発展することもあります。ネットという自由を手に入れた現代人は自由に縛られて身動きができなくなっています。いつか導火線に火がついて大爆発するかもしれません。火を消せるのは自分しかいないことを知るべきです。